気をつけろ。いや、行くぞ。ここは軍の基地だ。隊長の許可なく民間人が立ち入ることは禁じられてる。民間人に見えるか？厄介な奴には見える。逆だ。厄介事を片付けに来たウィッチャーだ。ウィッチャーだと？ピーターザール・グインリーブ隊長は塔にいる。門から入って右へ進め。黒の軍団は思ったほど悪い奴らじゃない。中には親切な奴もいる。慣れ慣れしくするな、北方人め。さあ、さっさと行け。さあ。ほう。コルタイス・グルフィアのエサナバル。人々には規律が必要だ。村の収穫のうちいくらかを徴収したい。穀物庫の中身が残り少ないのです。兵士たちは食べなければかな。村が提供できる穀物の量は。おっしゃるだけかっか。私の手を見ろ。見ろ、タコがあるだろう。閣下の手じゃない、農民の手だ。農民同士腹を割って話してる。どれだけ出せるんだ。40タル分あります。もっとあったんですが、テメリアの連中が先に来て持っていっちまって。30出せ。それで十分だ。これで決定だ。それとすぐに運び込んでもらうぞ。ありがとうございます。本当に呼んだのは村長と鍛冶職人のウィリスだけのはずだぞ。ドワーフの鍛冶職人にしては背が高すぎるな。察しがいいな。リビアのゲラルト、ウィッチャーだ。バッドゲンか。それで足音がしなかったのか。ここに何の用だ？ベンガーバーグのイエネファーを探してる。どこへ行った？それは軍事機密だ。俺を追い出そうとしたり衛兵を呼んだりしようとしないのは何か理由があるんだろう。この周辺にグリフィンが出没している。そいつを倒してくれたら考えてもいい。契約成立だ。だがまず教えてくれ、グリフィンの巣はどこにある？最初はバルパインの森を縄張りにしていた。5人を偵察隊として送り込んだが、2日後にカリウドに発見された時は我が軍の鎧でしか判別できない状態だった。それからのグリフィンは恐れ知らずだ。村や畑、街道で人を襲うようになった。巣を捨てたということか。罠を仕掛ける必要がありそうだ。その言い方だと簡単ではなさそうだな。必要なものはあるか？特殊な薬草でおびき寄せる。黒梅もどきだ。十里先のグリフィンも誘い出せる。黒梅もどき、知らないな。共通言語はまだ堪能とは言えなくてな。まあ基本は覚えたろう。手を挙げろとか殺せとか。いや、最初は慣用句からだ。火遊びは身を滅ぼすとかな。薬草医のトミラのところへ行け。十字路のそばに住んでいる。力を貸してくれるだろう。そのグリフィンについてもっと情報が欲しい。オスかメスか、巣を捨てた理由もな。目撃者を連れてくるか？彼らからは俺の知らないことは聞き出せない。兵士たちが死んでいた場所を調べたい。死体を見つけた狩人の名は？ミスラフだ。村の南の森のすぐそばの小屋に住んでる。頼りになる男だ。少し変わり者だが。トミラとミスラフか。どうも。エッスーンでギャクテン。
I'm dead. It's just as I'm the victim.一度しか入浴しないというのは本当か？メッセージアイアビーン。ゆっくりでいいぞ。いいかな。構わないわ。千段草を取って。そこの赤い、あら、薬草に詳しいのね。それほどでもないが、少しは知識がある。千段草には毒があるとかな。大量ならね。少しなら痛みを取っていい夢を見せてくれる。今の彼女には一番よ。黒梅もどきを探してる。この辺りに生えてないか。川底に生えてるわ。川幅が一番広いところ。ただし水から出すと一週間放置された死体よりひどい匂いがするだろ。グリフィンを始末する。黒梅もどきは餌に使う。そういえば昔橋の下にドラウナーが出て大変だった。村中でお金を出し合ってウィッチャーを雇ったの。グリフィンの賞金は誰が出したの？基地の隊長のピーター・ザール・なんとかだ。私たちを気にかけてくださるとはね。皇帝は違うだろうが、あの隊長は民の生活を気にかけてる。思慮深い男のようだ。軍隊に思慮深い人はいないわ。命令に従うだけよ。この土地のものではないな。敵意を感じる。こんな荒れ地の小屋で育ったにしては強すぎるほどのな。そうよ。急いでるんでしょ。そうじゃないならただ次の襲撃を待てばいいだけだもの。面白い話が聞けそうだと思ったんだが。また今度ね。調子だ、ローチ。
誰かいないか。狩りに出かけてる。足跡は新しい。家を出たばかりだな。ミスラフか。シッ、聞こえたか。狼か。いや、野犬だな。その通り。狼より危険な奴らさ。犬が狼より危険？そうは思えんが。本当だ。なぜかわかるか。いや、なぜそう思うんだ。狼は空腹を満たすために獲物を襲うが、野犬は狩りを楽しむ。人間みたいだな。人間は犬に多くのことを教え込んだ。残酷さも例外じゃない。グリフィンに殺されたニルフガード兵だが、死体はどこで見つけた？なるほど、ウィッチャーか。村人たちが話してたモンスタースレイヤーだな。まあな。もちろん案内するのはいいが、あの犬どもが誰かを襲う前に始末しなきゃならん。手伝うか。その銀の剣で奴らを切ってもいいならの話だが。いいとも。グリフィンが逃げることはない。犬はすぐに逃げるぞ。足音に気をつけろ。行くぞ。野犬はいつから問題になってるんだ？戦争が始まる頃からだった。行軍する兵士たちは女を見つければ乱暴して締め殺す。その夫は面白半分に殺して牛も殺す。でも犬はせいぜい蹴っていくだけだ。だからあの群れからはぐれた野犬どもは遅かった。また誰かが襲われた。いた。知り合いか？一緒に領主の荘園で働いてた。今は黒の軍団の陣地だがな。こいつは馬番で、俺は領主の狩人だった。だがそれもあの時まで昔の話だ。あの時までとは？村から追放されたんだ。何をやったんだ？俺は普通じゃないんだ。悪いが、そのことは話したくない。なら言わなくていい。さて、ニルフガード兵を発見した場所を教えてくれるか？グリフィンについて何か知ってるか？いや、あまり知らないな。俺の獲物じゃない。お前は奴の獲物だがな。生き延びたければ少しでも知ろうと思うだろう。森の中では音を立てずに歩く。グリフィンに聞かれたり見つかることはない。ここだ。一人はそこの切り株の横だ。首がなかった。もう一人は枝にぶら下がって、内臓が全部出て下まで。
あんたも気をつけるんだ。大丈夫だ。俺はグリフィンを狩るのは初めてじゃない。もちろん最後にする気もない。威勢がいいな。幸運を祈るよ。ローチ、走れ。そこを襲われたのか。地面が黒い。大量の血の跡だ。足跡は古い、そして深いぞ。重装備だな。ミルフガード兵か。
ってないようだ。メスだな。傷口に湧いた虫の卵が帰ってる。死後1週間くらいか。残ったグリフィンがオスだろうな。全身に深い傷を負っている。くちばしや爪には全く血がついていない。反撃した形跡はない。眠っているところを襲ったのか。くちばしのすり減り具合、全身に灰色の羽毛。10歳から12歳だな。グリフィンは若いうちにつがいとなる。オスも同じような年だろう。羽の軸が太く厚い羽毛。ロイヤルグリフィンか。あのオスがあれほど攻撃的だったわけが分かった。まず森にいたニルフガード兵を仕留めてから周辺をうろつき始めたんだな。ベセミルと話そう。川の向こうの畑は誰のものだい？森の…なんだ、狼よ。いい知らせと悪い知らせがある。いい知らせはニルフガード駐屯軍隊長がイェネファーの行方を知ってること。悪い知らせはグリフィンを倒せと言われたことか。我々への交換条件などそれしかあるまい。話してくれ。グリフィンは巣を捨てた。おびき出して罠にかける。どんな調子だ？分かったことがある。奴はオスで、バルパインの森に巣がある。
ニルフガード兵が森を焼き払い、奴の連れ合いを殺し、卵を潰した。それで十分だと思ったんだろう。いつもそうだ。専門家を呼ばずに自分たちで何とかしようとして、より一層事態を悪化させる。黒梅もどきを集めた。この香りで奴をおびき寄せられるな。香りというより悪臭だ。都会っ米、腐った肉、肥やし、小便、田園地帯では定番の香りだ。トレトゴールのゴミ山の中でズーグルを飼ったのを覚えてるか。次の日は半日風呂に入ってたな。忘れるわけないだろう。嫌な思い出すぎてな。よし、準備ができたならあとは仕事に取り掛かるだけだな。準備はできた。善は急げだ。奴を襲撃しやすい場所を探そう。見つけてある。小川の向こうに畑と果樹園の広がる場所がある。広さは十分。遠いから邪魔も入らないだろう。よし、そこで会おう。